僕のチャンネルからの転職相談に関しては概要欄にある公式 LINE のリンクを踏んでいただいて登録をしていただくと担当アドバイザーから連絡がいきますので、転職を考えていますという方はぜひ登録してみてください。なんか足見えてる。まあいいや。はい、どうも大輝です。よろしくお願いします。チャンネル登録および高評価 LINE の公式アカウント登録よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけれども、介護のお仕事についての動画を撮っていきたいと思います。今回取り扱う内容としては、介護脱毛って皆さん聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、そういった介護脱毛についてちょっとね、動画を撮っていきたいなと思います。で、なんでこのテーマなのというところでお話をさせていただくと、以前ですね、ヘズマリュウが介護士は不要な職業だみたいな感じの動画を出したと思うんです。そちらの動画の中で、とあるコメントをいただいておりました。で、そのコメントの一部も抜粋してね、載せていきたいと思います。それがこちらです。はい。まあ、話が変わって申し訳ないのですが、介護脱毛について教えてください。介護職員のために介護脱毛をするという人が増えていますが、介護脱毛が介護職員のためになるという根拠はあるのでしょうか？逆に肌が露出することで皮膚への負担が大きくなり、怪我したり、お物に直接触れることで病気になったりするのではないかと危惧しています。気質でしたらすみませんという形でコメントをいただいておりました。ありがとうございます。介護脱毛自体はね、僕もまあかなり聞いたことはあって、で、個人的な感想としてはいらなくないなんです。なんだけれども、こういったコメントをいただいて、介護脱毛が介護職員のためになるという根拠ですよね。エビデンスと言われるところになってくるんですけれども、確かに言われれば根拠ってなんだって思って、実際に調べていったんです。じゃあ、介護脱毛ってそもそも何なのっていうところでいくと、アンダーヘアですよね。アンダーヘア VIO ラインだっけの、まあ、いわゆるアンダーヘアと言われるところを脱毛して、まあ、介護負担の軽減につなげましょうみたいな感じで歌っている、その脱毛クリニックとか、あとは皮膚科のクリニックみたいなところが結構歌ってることが多くて、で、最近そういったね、介護脱毛なる単語が巷では流れているという状況なんですけれども、ただ、先ほど言っていたような根拠、エビデンスとなるところで調べてみたんです、実際に。調べたんですけれども、介護脱毛が、じゃあ介護職員のためになるっていう根拠、エビデンスっていうものは調べても一切出てこないんですよ。なので、個人的にこの介護脱毛いいですよっていう風に歌っているのは、いわゆるその脱毛クリニックであったりだとか、皮膚科のクリニックが新しいビジネスとして普及させるための歌い文句なんじゃないかなって僕は思ってるっていうのが最初に言った感想につながってくるんです。だから僕自身の結論としては介護脱毛っていらなくないなんですよ。必要ないんじゃないのっていうところにつながってくるんです。その介護っていうところっていくと、やっぱりその医療であったりだとかっていうその根拠に基づいてケアをするっていうことは結構やっぱり多いわけですよ。っていう中で、こういったじゃあ介護脱毛って医療的なところの根拠はあるのかとか、実際に脱毛をすることによって得られるメリットデメリット、まあ調べていったらあるんだけれども、まあおむつ交換とかそういった排泄ケアを行う際の時間短縮になるから羞恥心が軽減されるとかっていういろいろメリットはあるんですけれども、実際介護職員として働いてるこちら側から端的にお話をさせていただくと、排泄解除で例えば便がアンダーヘアに付着していましたってなった時に陰線するよね。陰線で流しながら拭くとかっていうことが非常に多いわけですよ。っていう中で別にアンダーヘアあってもこちらとしては何の問題もないんですよね。まあ、確かに介護職員がおむつ交換をしました。で、僕たちがいなくなってしまった後にすぐ軟便が出てしまって、時間経過とともにその軟便が、固まってアンダーヘアに付着してしまいましたっていうことは確かにあるから、その、排泄ケアにおいて陰線であったりだとかするけれども、時間が経ってちょっと負担になってしまうということはあるんだけれども、でもそれも仕事なんですよ。なので、なんかこう実際に介護脱毛しようかなっていう風に気にしている方、もしかしたら視聴者さんの中でいるかもしれないけれども、僕自身は必要ないんじゃないのかなって思うんですよ。で、かつ確かに時間はかかって大変だ、いやでも取れねえから諦めるわっていう人もね、もしかしたら中にはいるかもしれないけれども、それはあなたの実力不足ですよっていう話になってくるので、その対応に排泄ケアに時間がかかれど、でもやるべきことはしっかりやらないと、実際にケアをしている利用者さんのためにもならないし、そういったね、適当な排泄ケアをしてしまうことによって、それこそ尿路感染につながりますねとか、まあ、いろんなこう、デメリットが逆に発生してしまうので、あんまりね、なんつうのか、その、介護脱毛とかアンダーヘアをなくして、今から介護をされる側として、そういった脱毛をやっておかなきゃダメだよねっていう、そういった認識は働いている側からしたらあんまり気にしなくていいよっていうのが、まあ正直な感想ですかね。ちょっと長くなってしまったんですけれども、ただ先ほど言ったように、その介護脱毛が介護職員のためになるのかっていう根拠は探しましたけれども、なかったです。はい。さっき言ったようにメリットとしては、その羞恥心が排泄ケアを当たるにあたって、その見られてしまうっていう羞恥心の時間が軽減されるであったりだとかっていうメリットはあるんですけれども、じゃあ実際にデメリットっていう風になると、介護脱毛っていうところでの脱毛目的っていうのは医療保険の適用外になるので、値段が高くなるんですよっていう風になってくると、じゃあ将来介護を受けるための費用もここで若干取られてくるわけなので、あんまりそういった点でも介護脱毛においては僕は気にしなくていいんじゃないかなと思いますっていうところでね、ちょっと話が長くなってしまったんですけれども、視聴者さんからのコメントを拾わせていただいて、僕個人の感想と、あとはその根拠っていうものを探したけれども見つけられませんでしたっていうことをちょっとお伝えしたくて、今回動画とさせていただきました。コメントをくれた視聴者さん、本当にありがとうございます。ということで今回ね、介護脱毛というところについてお話をさせていただきましたけれども、このね、動画を視聴してくださった皆さんはどうお考えでしょうかというところでコメントに残していただければなと思います。というところで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。